お客さん、聞きましたよ。海で大活躍だったとか。ありがとうございます。ロドナーから聞いてます。しっかりとおもてなしするようにって。4部屋でいいですか？5部屋でお願いします。承知しました。あ、お代は構いません。プリシラを助けてもらったお礼です。じゃ、まあ今日はゆっくり休むか。狭い部屋ですが、ゆっくりしていってください。こんなに部屋が埋まったのは久しぶりですよ。空いてるぜ。さっき助けたユーヒーって娘、頼みがあるって言ってたけどよ、なんだと思う？アバランチに入りたいのかもな。来る者は拒まずと言いたいところだが、今はガキのおもりをしてる場合じゃねえからな。適当にあしらうしかねえか。待って、やめてって思ったけど、どうしようもなかった。うん、そんな感じだった。無理やり取られちゃったよ。亡くなってることだけわかるんだよね。でも何が亡くなったのかわからない。もやもやって。フィラメ。あれから見ないね。あ、クラウド。誰かいるのか。あ、レッドか。それならいいんだ。見回りご苦労様。疲れたでしょ。ゆっくり休んでね。ミッドガルから出てそんなに経ってないのに、すごく遠くに来た気がする。お母さんとマリン元気かな？帰りたいか？セフィロス追いかけないと。あ、ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？花を押し付けられた。プレゼントしたんです。あの花、セブンスヘブンに飾ってくれたよね。飾ったの、ティファだと思うけど。さあ、どうだったかな。女の子からもらったものを他の子にあげるなんてどうかと思うな。あ、今後の参考に覚えといて。どうぞ。
この町は潮の香りが強すぎる。匂いが紛れて神羅が来ても気がつかないかもしれない。気にするな。鼻がムズムズして気持ちが悪い。疑って悪かった。ううん、お互い様だよね。ねえ、エミリオ覚えてる？ニブルヘイムの。よろず屋の息子だ。うん、エミリオはクラウドの少し前に村を出たんだよね。それからずっと会ってなかったんだけど、去年セブンスヘブンに来たの。スラムにはめったに来ないって言ってた。ちょっと感じ変わってたかな。そうか。それでね、その時女の子と一緒でその子がとっても美人で、興味ないよね。まあな。でも話したいなら聞く。ううん、もういい。また俺を試したのか。そういうわけじゃないけど、結局そうなるかな。ごめん。いいんだ、今度ちゃんと話そう。答え合わせだ。次は腹割って話そうぜ。腹筋なら負けない。おやすみ。ウータイ？そう、それで
他でもない。どう、私と手を組まない？私さ、手を組むなら本家より分派だと思ってたんだよね。忍者の仕事といや、スパイか暗殺だろ。俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな。ヘンカーン。おお、でも今回は当たりかも。なんだよ。故郷ウータイから遠く離れたユフィちゃんは、けなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけで、ここで稼げないかなと探ってたら、ロドナー村長、暗殺の仕事があるって言うんだよね。そのターゲットが、うん、誰だと思う？もったいぶるな。なんと大胆、シンラカンパニーの新社長、ルー・ファウス・シンラ、その人だ。どう、びっくりした？もうすぐルー・ファウスがジュノンに来るんだって。この村の真上、のんきに就任パレードかなんかやるらしいよ。ここの人たちは国と太陽を奪われてからずっとシンラを憎んでるんだよね。だからこの機会に。そりゃすげえ。村長、私に払う報酬欲しさにあんたたちを神羅に売る気だよ。は？ああ、残念、もう売れちゃったみたい。じゃ、手を組むってことでいいよね。おい。上に行く方法はプリシラに頼んでおくから、あとはよろしく。早く出てこないとバイクごと押しかけちゃうぞ。いいのか、マイフレンド。誰？室内は不利だ、外に出よう。マイフレンド。相変わらず釣れないな。そんな共に朗報だ。この度エアリス救出特命部隊に抜擢されてね。そのことを伝えに来たってわけ。え、一人で来たのか？今回は挨拶に寄っただけだからね。ここは我々が踊るには少しばかりやぼすぎる。不完全燃焼はお互いに避けたいだろう。上に最高の舞台を用意してやる。そこで君が来るのを待っているよ、マイフレンド。面倒くさそうなやつだな。ここ離れた方がいいよね。村にも迷惑がかかるし。上に行くならプリシラを頼れってユフィ言ってたよね。シンラの相手、ご苦労さん。俺たちを売りやがって、やってくれんじゃねえ。ほら、少ないけど取っときな。なんだよこの金。あんたたちにかかった懸賞金さ、もともとあんたたちにもいくらか渡すつもりだったのさ。反神羅同士でいがみ合っても仕方がないだろう。本当に捕まったらどうすんだよ。その時はその時さ、うまくいったんだからいいじゃない。あとはユフィがうまくやるように祈るだけだね。
れてみたいかも。バイク、うるさかったな。よし、もお、お兄さんたち。上へ行きたい。お前を頼れとユフィから聞いてきた。嬉しい、任せて。あのね、ユフィが調べたらジュノンに行くにはあの船を使うのが一番楽ちんなんだって。ほら、あそこで船を操作できるの。誰かが操作室に行き船を降ろす、残りのメンバーが船に乗り引き上げるというわけか。問題はどうやって操作室まで行くかだな。電流注意。うん、侵入者が登れないように電気が流れてるの。無理じゃねえか。そこでイルカさんの出番。イルカさんすごいんだよ。あ、そうだ、私とイルカさんが出会った時の話聞く？あのね、海を泳いでたらキュイキュイって声が聞こえて。あ、悪いな、急ぐか。ブー。ごめんね、プリシラ、用事済んだらまた来るから。イルカさんとのことその時聞かせて。じゃあ約束。はい。ん？知らないの？こうだよ。ああ、わかった。オッケー。それでどうするい？イルカさんの力を借りてジャンプするの。そしたら、きっと届くよ。んで、誰がイルカさんに飛ばされる？頼んだぜ、何でもや。はあ、俺が行こう。それじゃあ、準備ができたら声かけてね。準備はしっかりね。しばらくこの辺りにいる気なら、一つお使いでも頼もうかね。懸賞金の残りをある場所まで届けたくてね。届け先はこの子が知ってる。小肌って言うんだ。あんたたちの仕事は小肌のボディーガードってところだね。あ、引き受けてやってもいいが、誰に届けるかくらい聞かせてもらおうか。息子だよ。しばらく会っちゃいないけどね。勝手に村を出てってそれっきり。この金は手切れ金ってとこさ。もう子供って年でもないし、いい加減独り立ちしてもらわないとね。じゃあよろしくね。報酬は向こうにいるトビーって男から受け取ってよ。手配しといたからさ。いいかい、小肌に怪我なんかさせたら報酬からさっぴくからね。ちゃんと守っておくれよ。
クラードさんもアンダージュノンにいらっしゃったんです。ここはどこかミッドガルのスラムを思わせますね。どちらも頭上を覆われているからでしょうか。また何かお困りのことがありましたら、いつでも声をかけてくださいね。ちょっと値上げしたみたいだよ。ガボン牧場のチョコボンソーだよ。潮風は何だ。ちゃんと守ってやっから心配すんな。よう、クラウド、お前はいつ家を出た。14、いや春だからまだ13だ。田舎じゃそんなもんだな。母ちゃんはどう言った。反対はされなかった。それくらいで村を出るのは普通だったからな。ああ、なんだ。2000ギルくれたんだ。新生活にはそれくらい必要だとか言って。ロードナンと同じじゃねえか。俺は断った。軍に直行だったから必要なかった。お前が2000ギルのあるなんか解けたんだ。行く。止める。聞いてる。子供の独り立ちを邪魔する親がいるだろ。まだ早いとか甘いとかなんだかんだ理由つけているのかもな。いるんだよ。でも俺はそうはならねえって心に決めてるんだ。マリンの独立心を尊重してやりて。笑ったな。鼻で笑い飛ばしたな。俺には無理だとか思ってんだろ。まあそうなんだよ。心に決めては見たものの全然できる気がしねえ。マリン、マリンってしがみついて邪魔する気がする。マリン。
落ち着けバレット。マリンが家を出るにしてもまだずっと先だ。だよな、そうだよな。そうそう、想像、ただの想像。まだまだ先の話だ。多分だ。ほい。事故がお待ちかねだ。ほほほ。終わらせる。不運を恨んで行くよ。
うしてここに？相変わらず元気いっぱいだな、お前は。あれ、あなたたちは？あんたの母ちゃんに雇われた小肌のボディーガードだ。母ちゃんからあんたにお小遣いだってよ。母からの荷物なら受け取れません。俺家出中なんで。ディラン、お客さんなの？クレア、出てきたら危ないだろう。転んで怪我でもしたら。とにかくこれは受け取れません。小肌と一緒にお引き取りください。頑固なとこは母ちゃん譲りってか。たくしゃあねえな。これはあんたに預ける。え、こんなに？どうしてもって言うんなら返してもいい。でも赤ん坊が生まれるまで待て。親になれば気持ちが変わる。多分な。親になれば。わかりました。ディラン、ここにいたのか。トビー、遅くなってすみません。アバランチの皆さんですよね。ドドラーさんから話は聞きました。アバランチ、まさかあの魔航路爆破を成功させた？そう、まさに僕たちの希望の星。いやー、お目にかかれて光栄です。実は皆さんに折り入ってお願いしたいことがありまして。ヴィランの件は一応解決したんですかね？おう、バッチリだ。ということでしたら、早速僕の話も聞いていただけると助かります。どうぞ中へ。反神羅青年団のどうしよう。ミッドガルでの皆さんのご活躍、ニュースで見たときは胸がすっとしましたよ。いやー、アバランチの方々に力を貸してもらえるなんて本当に夢みたいです。実はですね、岬にある灯台がいつの間にか何でもやジュノン支店とかなんとかよくわからない人に乗っ取られてしまいまして。綺麗だな。あれ、もしかしてお知り合いでしたか？まあな。なんという偶然。いや、これはもう必然というべきですね。あの灯台はもともと僕たちが物見台として使っていた場所なんです。最近はモンスターも増えてて危ないし、早く立ち退いてもらいたくて。皆さんのお力でどうにか説得してもらえませんかね。ありがとうございます。皆さんの手腕拝見させていただきます。誰か一緒に。私か。トラブルの匂いがするんだ。ならば私が適任だろうな。あ、そうだ、もしお時間があれば丘の方にも寄ってみてください。運が良ければコンドルの姿が見れるかもしれませんよ。興味があればぜひ。新人の活動はいらっ。スバリとかポスター貼りとか雑用ばっかなんでしょ。街頭演説とかデモ行進は先輩が主義ですよ。次はどっ。ララ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 ラ。ピアノに興味がおありですかな。私はピアノ普及協会特派員のピアソラ。楽譜に沿って巧みな演奏をしていただける方をささやかながら応援しております。ピアノの素晴らしさを世に広めるため、お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。ご用件は何でございましょう。
ピアノの音色は実に心が安らぎます。美しき調べでピアノの素晴らしさを普及していただき感謝の極みでございます。今後ともご協力のほどよろしくお願い申し上げます。どうしてもやる？この矢！貫く！そこ！行くぞ！マーリー、油断したな。狙ってここで仕掛け。沈め！そこ！やってやる。切り崩す。消えろ。よかった。
ームを調べたところ、共和国時代のクラフトチップが埋まっている場所が分かりました。海沿いにあるジュノン共和国時代の残骸と共に眠っているようです。この辺りは戦争中に激しい砲撃を受けたらしく、クレーターがいくつも残っています。足元に気をつけて進んでくださいね。知らないよ。届け。当たれ。ここまで。追い打ちだ。次は勝とう。
シャッカ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 ッThank you.
この商売根性は尊敬に値するな。キリエは中か。行くぞ。
よく来たな。俺が何でも屋のキリンだ。報酬は。って、なんだ。お客さんじゃなくて、うちの社員じゃん。こんなところまで出張、ご苦労様です。社員になった覚えはない。勝手に何でも屋を名乗るな。今すぐここから立ち去れ。ああ、いっぺんに言われても分かりません。それに元はといえば全部クラウドのせいなんだから。せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。はあ、仕方ないから私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。地味、フラ、不愛想。そんなんじゃ廃業まっしぐらだよ。すまない。うわ、なにこの子、喋れるの？よろしく。私のペットにならない？ほら、おいで。怖っ。残念。あ、残念といえば、こんなに頑張ってたのに、未だにお客さんゼロでさ。このままじゃ、なんでも屋の社長兼宣伝部長の名が廃る。ってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。どうだ？宣伝効果抜群でしょ？モンスター呼んじゃった？おそらくこの不愉快な音のせいだろうな。得意だよね。何でも屋なら自分で何とかしろ。そう言わずに。あ、ほら、これあげるから。いらない。クラウド、このままでは我々も危険だ。行くしかない。
備えだ。一気に叩き殺しない。この仕上げだ。くわ、仕留める。そこよかった。連携しよう。私の出番。無用でしたね。さすがアバランチの皆さん。それで何でも屋さんはどうなりました？出て行った。そうですか。じゃあここは片付けなくちゃ。
それよりロドナーさんから聞きましたよ。皆さんも何でも屋をやってるって。いやー、最初から言ってくれればいいのに、水臭いな。何かあったらまた力を貸してくださいね。